篠原喜十郎は日本の政治家、外交官。外務大臣、貴族院議員、内閣総理大臣臨時代理、内閣総理大臣、第1副院大臣、第2副院大臣、副委員長総裁、副総理、衆議院議員、衆議院議長などを歴任。爵位は男爵。議会は11位。訓党は君一党、明治5年8月11日。 堺県松田群戸間一番下村の豪農の家に生まれた兄広宏は教育行政官、台北帝国大学初代総長大阪城西側にあった官立大阪中学校から第三高等中学校を経て1895年東京帝国大学法科大学卒業浜口与幸とは 第三高等中学校帝国大学法科大学時代を通じての同級生であり、2人の成績は常に1、2位を争ったという。大学卒業後は、農商務省に入省したが、翌1896年外交官試験に合格し、外務省に転じた。外務省入省後、ニガワ、ロンドン、ベルギー、プサンの各領事館に在勤後、ワシントン、ロンドンの各大使館3時間。 オランダ公使を経て、1915年に外務次官となり、1919年に中米大使、第一次世界大戦後にアメリカ合衆国大統領連、ハーディングの提唱で開かれた国際軍縮会議、ワシントン会議においては全権委員を務める。外務大臣になったのは、1924年の加藤隆明内閣が最初であった。 以降、若月内閣、浜口内閣と県政会立憲民政党内閣で4回外相を歴任した。彼の1920年代の自由主義体制における国際協調路線は、シレ外交とも称され、軍部の軍閣自主路線、田中外交と対立した。ワシントン体制に基づき、対米英に対しては列強協調を、民族運動が高揚する中国においては、あくまで条約上の。 権益擁護のみを追求し、東アジアに特別な地位を占める日本が中心となって安定した秩序を形成していくべきとの方針であった。そのため、1925年の後、30事件においては、在下坊の中国人ストライキに対して法典軍閥の張作林に要請して武力鎮圧するなど、権益の擁護を図っている。 1926年に海跡が国民革命軍率いていった北木に対しては内政不干渉の方針に基づき、アメリカと共にイギリスによる派兵の要請を拒絶。しかし、1927年3月に南京事件が発生すると、軍部や、声優会のみならず、閣内でも宇垣和茂陸将が政策転換を求めるなど批判が高まった。こうした締原外交への反感は、 金融強硬における暁内閣倒閣の重要な要素となった1930年にロンドン海軍軍縮条約を締結させると特に軍部からは軟弱外交と非難された1931年夏広東政府の外交部長陳友人が訪日し聴覚料を満州から排除し満州を日本が任命する政権の下において統治させ 中国は間接的な総主権のみを保持することを提案したが、平原外相は一蹴した。その後、関東軍の独走で勃発した満州事変の収拾に失敗し、政界を退いた。茂原外交の終焉は文民外交の終焉であり、その後は軍部が独断する時代が終戦まで続いた。なお、浜口内閣時代には、浜口与差総理の銃撃による負傷療養期間中。 宮中赤字の規定により、自席であった平原が内閣総理大臣臨時代理を務めた、立憲民政党の党員でなかった平原が臨時代理を務めたことは、野党立憲政友会の批判の的となり、また、同じく批判されたロンドン条約については、天皇による批准済みであると国会答弁でしたことが、天皇への責任転嫁であると失言問題を追及された。 その際の首相臨時代理、在任期間116日は最長記録である。第二次若月内閣の総辞職員以降は表舞台から遠ざかっていたが、南部仏印進駐の頃に近衛文丸に今後の見通しを聞かれ、南部仏印に向かって出版したばかりの陸軍の船団を何とか呼び戻せませんかあるいは台湾に留め置けませんかそれができずに進駐が実現すれば、 絶対、アメリカとの戦争は避けられませんと直言し、予言が的中した逸話が残っている。第二次世界大戦末期の1945年5月25日、空襲により千駄ヶ谷の自邸が焼失、多摩河畔にあった三菱系の農場に移った。戦後の1945年10月9日に、10月5日の東国内閣の総辞職を受け、内閣総理大臣に就任。 本人は首相に指名されたことを嫌がって引っ越しの準備をしていたが、同じく指名を誇示した吉田茂の後押しや、昭和天皇直々の説得などもあり、政界に返り咲いた。平原の再登場を聞いた古手の政治記者が、平原さんはまだ生きていたのかと言ったという逸話が残るほど、当時の政界では忘れられた存在となっていたが、地下姫米派としての独自のパイプを用いて活躍した。 ただし、吉田が平原を首相に推したのは、吉田の政治的な地位づくりのためであったとも言われている。1945年10月11日、マッカーサーに信任の挨拶を行うために、連合国軍最高司令官総司令部を訪問。挨拶という体裁ではあったが、持ち前の卓越した英語力、外交官としての見識等を持って、1時間にわたる会談となった。 マッカーサーからは、ボツダム宣言に沿って憲法改正を行うこと、人権確保のための改革を行うこと、厳冬期対策を急ぐべきことの要求が出された。この後も、マッカーサーとは1946年1月24日に会談。この会談で平原は平和主義を提案、皇室の誤字と戦争放棄の考えを述べたとされる。